ご視聴ありがとうございます。台湾海峡で強い放射能レベルを観測したというニュースが、ロシアの新聞から報道されました。記事によると、放射線レベルの高い爆発が起きたということです。その時、地下では地震は起きてないという情報もまた入ってきています。放射能を検知するということは、やはり原子力潜水艦を疑うのは当然でしょう。海底で何が起きたのか、報道することはないでしょう。一番関係のないロシア、アメリカの原子力潜水艦が爆発を起こしたという記事に憶測ですが出ていました。ですが、アメリカだけでもないような気もします。海底50メートルでの爆発、海底に放射能があるとするなら、やはり潜水艦か実験かとなります。そんな近いところで実験はしないと思うので、やはり何らかの故障が起きたのでしょう。一番やはりアメリカの原子力潜水艦をロシアは疑っています。中国でもない、台湾は潜水艦はありませんので、通常動力型だけです。原子力潜水艦を展開しているのはアメリカと中国。台湾と中国の間ということもあり、やはりその爆発が気になるところです。放射能レベルは結構高かったと、しかし何の公式発表もされていません。海底での潜水艦の行動は一般的には知られませんし、軍内部でも知る人はごくわずかです。それに潜水艦といえば、
何でも。できるというようなことではありません。今まで潜水艦の行動はどの国も最高機密とされています。潜水艦、日本もやはりどこに何隻潜水艦が行動しているか、やはり機密性の高い情報です。一番情報が外に出ないんじゃないですかね。もしくはその台湾海峡でドローンみたいな実験をしていたのかもしれません。そこまで深読みすることはないでしょうが、もし潜水艦の爆発とするなら、何らかの救援、救難活動が行われると思います。それだけ重要な戦艦ですね。日本の F-35 の時もやはり日米総出で捜索しました。この時すごいと感じたのが、やはりデータリンク機能です。味方機にもその情報がリンクされているということで、フライトレコーダーが完全に見つかってない状況でも原因が分かりました。今後このデータリンク機能が全ての装備品に装備されると感じています。もしかすると潜水艦の状況も逐一把握されているかもしれません。潜水艦というのもまあ予測の範囲ですが、まだまだ原因が分かることはないでしょう。ただ放射能を検知したということが報道されただけで、事実はそれだけです。その放射能検知した位置を
それでは。